えても無駄だぜでおなじみのルイの兄だ。いや赤座さん、どうしたくも。いやもうちょっとね、このままじゃボーナスカットなんで。そうだな、夏のボーナスもカットだ。カットになっちゃうんで、ね、ちょっとガチでねえスカウトしなきゃいけないんですよ。今からね、赤座さんには一般のね人からね、ちょっと鬼面接してもらおうと思うんですけど、早速入ってきてますんでね、ちょっと赤田さん面接しててもらいたいと思うんですよ。じゃあちょっと赤田さん一人ずつ自己紹介してもらった方がいいんじゃないですかこれ。そうだな。じゃあね、あのボーカロイドさんからね、ボーカロイドコレンさんからね、ちょっと自己紹介してもらえるかな。どうもコレンです。あ、ちょっと自分のアピールポイントお願いしますよ。アピールポイント無理です。じゃあ、次ユージオくんね、ちょっとアピールポイント自己紹介してもらえるかな。あ、どうもユージオです、よろしくお願いします。ラシーさん、どうですか。名前だけだったからな。もうまた。じゃあ次はですね、じゃあフリーザさん、ちょっといいですか自己紹介。ちょっとルイナリさん一ついいですか。どうしましたか。これ面白くなかったら消されるとかいういつものパターンじゃないですよね。まあ大丈夫ですよ、最初はやっぱりね、あの様子見ですね。あ、様子見ですか、はい、分かりました。じゃあフリーザさんお願いします。私は宇宙の帝王フリーザです。私の鳥はこの頭の紫色の部分です。ありがとうございました。じゃあね、そこじゃあアレン君ね、じゃあちょっと自己紹介してもらっていいかな。はじめまして、アレンです。妖芸の参加、あれ教育が行き届いてないんじゃないか、クモ。あー、すいません、ちょっと教育後でしときます。じゃあ続いてちょっとあの親方様がいらっしゃるので、どうしました、フリーザさん。もう一回自己紹介したいんですか。いいですよ、どうぞ自己紹介してください、フリーザさん。私は、ありがとうございました。じゃあちょっとね、さっきからちょスネオくんにね自己紹介してもらおうかな。どうもスネオだよ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあ赤座さんからじゃあ次振ってもらっていいですか。上から行くとリッキーさんかな。中声です。お疲れ様でした。さあこの残った精鋭ですよ、赤座さん。精鋭がこれが ルルーシュ気になりますね。ルルーシュちょっと自己紹介気になるな、してもらった方がいいんじゃないですか、ルルーシュに。ルルーさん、よかったら自己紹介してもらってもいいか。死んでますね。死んでますね、ルルーシュ。はい、じゃあちょっと次、綺麗なジャイアンさんにね、ちょっと自己紹介してもらいましょうか。はじめまして、ゴーダ・タケシと申します。よろしくお願いいたします。ちょっと質問してください、赤田さん。綺麗なジャイアンさんに。スネオのことは好きか。スネオは一番の友達ですよ。じゃあ、一番嫌いな人誰ですか。一番嫌いな人は、ジャイコですかね。アウトだな、一番それは。次の方の自己紹介いきましょうか。あんたお風呂入りなさいよ。誰ですか今。これはあれじゃないか、ジャイアンじゃないか。ジャイアン。ジャイアン、うん。これテオニー&ディオさんね、自己紹介いいですか。どうも、テオニーとディオの声真似してます。じゃあ赤田さん、あのディオと戦ってもらっていいですか。ではこちらから行くぞ、術式展開破壊殺羅針ロードローラーだー。すごい。あ、ムザン様いらっしゃるんですね。ムザン様、ちょっと自己紹介してもらえますか。鬼滅にムザンと申します。本当に。そうだよ。風邪ひきましたか。ムザンだよ。怪しいな、本当に。本当にムザン様、鬼滅にムザンだよ。ひたすら名前連呼してるだけじゃねえかよ。じゃあちょっとね、ゆうえもんさん自己紹介いいですか。はい、僕ゆうえもんです、よろしくお願いします。ゆうえもんさんは道具出すタイプの猫型ロボットか。そうですね、いろんな秘密道具がありますよ。じゃあなんか一つ出してもらっていいか。仕方ないな。たたたたたた、日輪刀。日輪刀出したってこれ赤座さんと戦う気じゃないですか、もしかして。では行くぞ、術式展開破壊殺羅針。全集中、水の呼吸、11の型、なぎ。あれ、なぎでしたね今。僕にだって戦う力はあるんだ。
こんなに設定がぐちゃぐちゃなドラえもん見たことがない。まあ鬼型ロボスになってもらいましょう。鬼型ロボス、私の血をふんだんに分けてやろう。アムダン様ありがとうございます。最強の心わしだということで、ハルさんね。じゃ自己紹介してもらっていいですか。穴があったら入りたい。これ赤田さんの穴に入りたいって言ってますよ。俺の穴に。お前は切る、この俺の日輪刀で。俺の日輪刀とか言わないでください。絶対ダメだから。続きましてですね、じゃシエルさんね、自己紹介いいですか。俺はリヴァイ兵士長だ。男じゃねえかよ。オグリシュンさん来たんで、ちょっとオグリシュンさん、ちょっと自己紹介してもらっていいですか。あ、どうもこんばんは、オグリシュンです。鬼になりたいということでよろしいですか。いや違います、勧誘しに来ました。勧誘しに来た。勧誘ですか。君もオグリにならないか。じゃあちょっとやっぱ鬼ってことはやっぱ必殺技がないとダメなんで、じゃあオグリさんちょっと必殺技打ってもらっていいですか。なんかあ、いきます。お願いします。実は僕鬼なんですけど、呼吸使えるんですよ。お、すごいですね。あ、います。はい、お願いします。オグリの呼吸、栗の型、いただきまーすの。そんなこったろうと思ったよ。お手伝いします。どうでしたか赤田さん、今回のね、中から鬼誰にするかっていう、いました鬼候補。これいないね。うん、どうします赤田さん、これまずいっすよ。これまずいな。これまずいですよ。じゃあ、オグリ紹介していきますか。とりあえず。オグリは、ムザン様。オグリは一番合わせちゃダメだぞ。ムザン様の前であんな知ってみろ。オグリスマーキノって言った瞬間首跳ねられますね。瞬殺でしょうね。一瞬で首が飛ぶぞ。赤田さん的には誰が良かったですか。いや、俺的には、まあ、押したいのはオグリだけどな。オグリなんだ、うん、じゃあちょっと最後赤田さん、オグリにせっかくね、勧誘されたので、オグリやってもらっていいですか。よろしくお願いします。はい、というわけで今回もこういう結果に終わってしまいましたんでね、まあ、だって次回ね、どういうスカウトするか楽しみにお待ちください。というわけで、逃げても無駄だぜでした。